これで完璧。パトさん来ましたよ。急に呼び出してどうしたんだろうな。ハル、どう？それってパドさんのお店の服ですよね。可愛いです。サンクス。ハルユキ君どうだろう。先輩素晴らしいです。美しいです。私たちも着させてもらっちゃった。うん、似合ってるな、アスナ。前ゴスロリ系のメイド服は見たことがあるけど、そういうクラシカルなやつもいい感じだと思うぜ。そうかな、ありがとう。ちょっとキリト、アスナばっかり見ないでこっちも見なさいよ。おお、みんなも着替えてたんだな。どうですか？こんな格好現実だとなかなかしないから新鮮だよね。私は時々着てるけどな。私もバイト先でよく着てたな。もうあそこはやめちゃったけど。でも面白い服装よね。可愛いけどそれだけじゃなくて、どこか背筋がピンと伸びるというか。元は給仕のために着る服だからね。主のために仕事をする姿勢を見せるためのイメージ作りも兼ねてたのかもね。そして今回も作ったのはなんと私なのでした。ストレアは裁縫スキルがどんどん上達していってるね。皆が平然と着こなしているが、私はどうもなれないな。この世界では衣装の変更ができるから、こういうことは日常茶飯事なんじゃないかしら。なるほどな。確かにデュエルアバターではできない遊びだ。イエス。ならここでもう一つ遊びを提案する。お、バド、何するつもりだ？名付けてメイドとしてのたしなみ、頂上決戦。頂上決戦？おお、なんだかわかんねえけど面白そうじゃねえか。決戦ってことは競い合うの？何をするつもり？簡単なこと。メイドとして給仕してもらい、誰が一番メイドにふさわしいかを決める。つまり掃除や食事の準備、家事全般で競うってことね。イエス。ここでメイド服を着てるみんなにこの店の手伝いをしてもらって、誰が一番メイドとしてそつなく仕事をこなせているか、私が採点させてもらう。俺たちはキリトとハルはそこで見ていればいい。まあそうなるよな。メイド頂上決戦か。ご主人様とか言わないとダメかな。これはロールプレイングですよ。やりましょう、アスナさん。なんか自信ないな。レインは現実でもやってるから得意そうだね。私のはちょっと偏ってる気がするけど。勝負なら僕だって負けないよ。それでは今からメイド頂上決戦スタート。おお、アスナはさすがに料理の腕前が違うな。キリト君に褒められちゃった。うう、
その点先輩は不利みたいです。ぐぬぬ、仮想世界でもこのざまか。リズム全体的に手際はいいみたいだ。一人で店を切り盛りしてるだけはあるな。ふふん、どんなもんよ。シリカさんも手際は良さそうですよ。転んじゃいました。あらら、ドジッコメイドって感じですね。なんだよ、別にいいじゃねえか、これくらいでよ。ダメよ。ほら、隅までちゃんと拭かないと埃が溜まってるでしょ。埃なんて仮想世界にないだろ。でもそういう細かい気配りを含めてメイドらしさのアピールになるんじゃないかな。そういうこと。ちゃ、めんどくせえな。ニコにメイドらしさは全くなさそうだな。ご主人様、お茶のおかわりはいかがですか。お、ああ、あ、じゃあ頼む。ああ、私もキリトにおかわり注ぐの。あ、私だって。おいおい、三人とも突っ込んでくるなよ。はっ、だが、あっち。ごめんキリト、かかっちゃった。キリト、すぐに服脱がないと。いや、別に大丈夫だよ。ご主人様、大変申し訳ありません。こちらのタオルをお使いください。やっぱりレインさんが一番こなれてますね。ほら勇気、そこの手順間違ってるよ。僕わかんないよ。アスナ、もう一回最初から教えて。仕方ないな。あっちはメイド決戦じゃなくてただのお料理教室になってますよ。ここまで。お、審査終了みたいだな。全員見させてもらったけど、メイドとしてのたしなみや給仕において及第点に達している子は正直ここにはいなかった。まあそんなとこだろうな。別に私が本物のメイドの経験者というわけじゃないけど、みんな少しずれている。あはは、仕方ないよね。まあ楽しかったしいいんじゃない。ああ、それでいいと思う。そうだアスナ、もしよければ私にも料理を少し教えてもらえると助かる。うん、もちろんだよ。じゃあせっかくだし次はお料理教室でも始めよっか。それは明暗。私もスイーツ以外の作り方についてもいろいろ知りたいと思ってた。おいおい、趣旨が変わってきてないか。でもみんな楽しそうですよね。ほらほら、二人とも手伝って。え、俺たちも。当たり前だろ、男たちはあたしらの雑用だからな。はいはい、わかったよ。